散歩タイポグラフィーと橋めぐり小橋彦祖編。皆さんこんにちは、のりしろ太郎です。今日は久しぶりに散歩タイポグラフィーに出かけたいと思います。車を駐車場に停めました。早速ですけれども、こちらアルファベットで P、それから T、さらに、U、 アルファベットっていうのは珍しいですね。さあ早速駐車場出て、小橋彦祖周辺を歩いてみたいと思います。どんなタイポグラフィーを見つけることができるのでしょうか。さあ最後までお付き合いよろしくお願いいたします。今回の散歩カメラとレンズの紹介です。パナソニックルミックス S9 と単焦点パンケーキレンズ 26mmF8 を装着して持ち出してみます。さあ早速ですね、まずこの通り、おお出ましたね、自転車と散歩の、まあ、なんて言うんですかね、あのマークですね。吸い殻、空き缶など溝や道路に捨てないで。ちょっとゆっくりカメラにあのいい写りになるためゆっくり歩いてますけれども、さあ行ってみましょう。さあどんな文字が、お早速出ましたね、消火栓。ちょっと丸ゴシック体ですね、消火栓。まあ、消火栓の章は特に、可愛く仕上げています。こちら角ゴシックで、潜水士と読めばいいのでしょうか、止水栓と読めばいいのでしょうか。でこちら小橋おたふく、実は私さっき車止める前にですね、こちらでランチをしてきたところなんですけれども、スマホで撮った写真はこちら日替わり定食ですね。はい、美味しかったですよ。さあ、おたふくの駐車場を出まし、無断駐車されますとタイヤの空気がなくなりますからご注意ください。怖いですね。彦祖町1丁目。はい、もう車が少ないんですよね、本当に。ちょっとこちらの通り、本当に静かな住宅街という感じで。あ、こちら、小橋ですね。小橋という町なんですけど、小橋という橋の名前なんですかね。もしかして町の名前の由来がこの橋から来ているとか、どうなんでしょうか。昭和28年10月に架けられたもので71年前ですね。はい、なかなか素敵な橋で、犀川大橋にも似たような雰囲気ありますね。こちら浅野川です。まあなんか本当に、浅野川って大好きなあの川の一つですね。あ、対岸に、ちょっと向かってみましょうか。さあちょっと歩きまして対岸に来ました。こちら、中島用水と書かれた筆文字ですね。お店ですかね、あの蔵は。さあちょっと近寄ってみましょうか。なんかあのお店なのかなってちょっと近寄っていきますと、小橋可動堰管理棟と書いてありますね。あ、こちらがせき止めた、ダムみたいな感じですね。稼働するんですかね、こちらのせき止めが。はい、ちょっと見てみたいですね、動いているところ。角ゴシック体で横断歩道、いろいろ、文字が見つかります。丸ゴシック、押しボタン信号。あ、信号のこの色、ミリタリーグリーンと言いますか。はい、すごい綺麗な色をしてます。警察のマークですね、こちら。彦祖大橋、ちょっと彦祖の日がですね読みにくいかなと思うんですけど、はい、彦祖大橋から小橋の方を、見た絵ですね。正面から眺める小橋と可動堰。あ、パブリックアートを発見しました。道路の向かい側にありますね。こちらお待ちください。丸ゴシック状態、押しボタン信号です。芸術がとても盛んな町金沢。さあアートがありましたよ、ここに。まあ、なんとも言えない、まあ男女がですね、なんとも言えない姿勢で何をしてるんですかね、どんな体勢なのかちょっとわからないんですけれども、芸術って難しいですね。さあ歩きましたら足元におなじみのマーク、体
金沢のかなに通信 CCB です。もうロマンチックは止まりません。さあ下水下水下水の3連発。はい、下水、下の文字が丸っこくて可愛いですね。さあ、道路本当にタイポグラフィーの宝庫なんですけれども、こちら仕切り弁、はい、次々見つかりますね。はい、こちらは何でしょうか。ガス中圧 V、 水のマークもあります。花形 G とバルブ、連発ですね。はい、バルブの文字。さあこちら私の大好きなガスバルブです。はい、緑色がまた可愛いんですよ。花形 G とガスバルブ。はい、こちら中圧ガス金沢のカナマークですね。はい、飛行所から小橋に戻ってきました。丸ゴシック長体、二輪車以外は通行できません。注意、丸ゴシック体とカッコシック体ですね。和江町方面へ向かって浅野川沿いを歩いていきます。川は綺麗な緑をしてますね。本当に青いんですよ。あ、またしても中圧ガスです。さあゆっくりちょっと歩いていきましょうか。川を眺めながら、素敵な街ですね。この先に見える橋を目指していきましょう。ちょっとパトリック・ブランのようなこの植物に覆われた、はい、植物が生み出す天然のアート作品ですね。まあ、このマンションから、川沿いのマンションから眺める景色っていいですよね。羨ましい。さあ、またしても下水の文字ですね。おっと、来ましたね、橋に。中野橋と読めばいいのでしょうか。筆文字で中野橋か、中野橋か。ちょっと定かではありません。木製の橋ですね。情緒ありますね。あ、中野橋かな、今ちらっと見えましたね。こちらから、東茶屋街の方の橋が見えますね。浅野川のごとく緩やかな時が流れています。今日もカメラ片手にたくさんのタイポグラフィーを採集してきました。私のタイポ採集と橋巡りの旅はこれからも続きます。いろんなタイポグラフィーを採取できました。皆さん、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。のりしろ太郎でした。さようなら。